高橋晴美は,るみは日本の元ゲームクリエイター、パソコン雑誌ライター。神奈川県横浜市出身。ラブリーハウス、フォーサイト企画部に所属。北海道知事の高橋晴美と同姓同名だが別人である。1980年代に当時のパソコン用のベーシックを使用したゲーム作品を書籍、雑誌にて発表。後に不定期にマイコンベーシックマガジンに寄稿。 また、同志の増刊号では、パソコン紹介のレビュー記事を執筆した。発表作品はベーシックによる、比較的高度の短いプログラムが多く、ワンラインや一画面を試行したゲーム作品も発表している。パソコンを、くんと、表現するなどの独特の書き回しや、現役女子高生プログラマーという触れ込みがあった、ことなども話題となった。 PC-8001 はるのゲームライブラリー、パー試合では、日中高校に通いながら、夜間に1画面プログラムを1日3本のペースで作り、途中発熱に見舞われながら、学校は休んでもプログラムは作り続け、3週間で63本のゲームを作り上げたなど常人とは思えない逸話が多い。通っていった高校は、高速が厳しく、 アルバイトをしていることが分かっただけで大学であったが、当人の原稿料や印税などの収入がどう処理されていたのかは明らかにされていない。大衆的なパソコンゲームの関心が雑誌投稿などによる自作プログラムの発表作品からアーケードゲーム、テレビゲーム、市販ソフトなどへと主軸が遷移するとともに自然消滅的に活動を停止している。無類の風呂好きで、 一日一回は風呂に入らないと気が済まない性格。また、大の犬嫌いとしても知られていた。高橋晴美とは、森匠直のペンネームであるとの説や、森ではなくとも架空の人物であるとの説もあり、ネット上で論議されることがある。ありがとうございます。